おはようございます皆さんお元気ですかと今日はあはフェイスブックでおむすびっていうのが回ってきたのでおむすびを作ることになりましたでもあの昨日う五目チラシだったので今日は白いご飯を炊いてしまったからとただの、えっと、ごま塩おにぎりですけどでもおかずは作りましたこんな感じです えっとこれはお豆腐があったのでお豆腐とベーコンピーマン玉ねぎをえっとニンニクと生姜でごま油で炒めてから全体に炒めてでちょっととろみをつけました片栗粉で,でこちらはいつものきんぴらです。 わねぎうんお味噌汁 <laughs> 私はなんかお,おにぎりがいつもきれいに形成できないです三角のできないし私はいつも俵型もうひどいですねこの形と、えー、きゅうりのからし漬けを添えましたはい、えっと今日もいっぱいおいしいもの食べて えーと楽しししく過ごしましょう何か面白がってのうんと面白い本を読むとか、はい、そうやって過ごしましょう。ではまたお元気で。